スブームをブームってなってね、すぐ終わるんかと思ったけど、なんか長いね今回はね。前、うん、第一次キャンプブームはあっちまでだったけど、あっちまでだけど、いや本当あっちまでかなと思ったけど、な今回は長いね。長いね、うん、まあコロナも重なってるけなおさらあれと。終わらない、収束しないでもあるけど、うん、で、あれじゃん、わりかし入りやすいよ、キャンプって。で、あの、ハマるあの、ハマってるけど、ね、あれがもう出た、これも出た、あれも欲しい、これも欲しいって、うん、そうです ね、なるよね。ほんでやっぱ、旅行とかと結構被ってるところがあるじゃないですか、うん、だからそういうのもいいんでしょうね、その遠出したいとか、まあ、遠出したい、ね、うんうん、今キャンプ場あっちこっちいっぱいあるしね。まあまあ、その分マナーも低下してるけど、うん、そうです ね、まあ、その点こういうところはねお値段もお値段だし。俺最近ツイッターで見たのがあの山中湖だったかな、山梨か、ヒットサイトで多分1万円とは高っなんですけど、ひどいっていう意見がまあ大半だったんですけど、多分おそらくですけど、そういうなんかいろんなブームがあってゆるキャンとかもあって人がめっちゃ来るじゃないですか。そういうことか。で多分最初1000円とか2000円だったらしいんですけど、多分それだとめちゃめちゃなやつがいっぱい来るから1万円とかにして、もうそれでも来たい人だけ、来たい人だけっていう、で別にあの来なくてもいいからっていう1万円だと思うんですよ俺は。だからそれはそれでありかなと思って、で それ静かに過ごせてそんないいとこでできるんだったら1万円でもまあ安いよね。ねえ、あの麓っぱらみたいになんかもうぐちゃぐちゃになるんだったらそっちがまだいいかなっていう。あそこもいいよね、爆風ってまたね、風も吹くしね、あそこ行って一回は行きたいんだけどね。まあそうですね、4日は欲しい。13時間かかるからね、うん、移動日移動日で真ん中に2日か3日欲しいじゃん。途中であの琵琶湖かもうちょっと過ぎたところで泊まれば次の日めっちゃ楽だから、あそこまで行けるだろ。でもそれでも2日かかるじゃないですか、あの片道でって考えたらやっぱ4日か5日ないと無理だと思う、うん、2泊してあと移動日移動日、ね、5日は絶対ありますよね。で帰ってきてから人間の人間が人間が確かに。まあ佐藤さん変態ですよ変態の変態のって。私のステッカー5枚は誰か会った人にで5枚をプレゼントにするか。寒っ。寒いね。ちょっとなんかこれ着た方がええ寒い。そりゃ着た方がええと思うよ。しかしな今日まさか酒屋であのしもちゃん動画見てますあれはちょっと笑ったさすがだと思って。いやこの間のキャンプの時もそうよ、彼女さんですよねとか言って。俺はあんまり声かけられんのだけど話しかけにくいんかの。まあそういうオーラが出てるんかもしれんしか話しかけるなよお前みたいな、そういうつもりないんだけどハムうまいよ。ハムうまい。これ食べてハム。あ、マジですか。ちょっとじゃあいただきます。食べてハム。めっちゃうまい。メガッサ。メガッサうまいですか。あ、ちょっと待ってですね。これをちょっと。ちょっとこれ返しとこう。これ気になるけどこれ飲んでるか。自分でか。早っ。いや、なんで飲むもん。もう今週あるじゃんこの中に。じゃあいただきます。あ、そう。俺まだビールほとんど手につけてなかったんだけど。うん。ない。アルチューかお前。うん、アルチューハイマー。そっちもあるコクだけってうまいよね。コクだけうまいよ。実はうまいよ。うまいよ。意外とうまいですよ、ね、いからね普通にうまいんですね。うまいよ。これに言ったらもうダメなんだ、人生ダメなんだって思いよったけどまああのいや俺はまさにそうっす、ね、あのカップ酒とかまさにそう思ってましたもん、ね、でもうまいっすよね。で大体あのあれじゃんもう金のないのおっさんだけど、そう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 ジビ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 それが作ったやつじゃないんだろ。んなんか開けちゃったじゃん YouTube にこれ前その前に作っちゃったやつよね。あこれ前あのあそこにあるのが工作のやつです。はい。あんまり大きくないんだね。あのたこ焼きくんの手の大きさから見てあんまり大きくないんだろうなと思ったら、えそれこういうの売っちゃう。えこのキットがね売ってたんですよ。うん、なんか一応ねこんなになっててはい、ちっちゃいけど結構入るんですよ。
おあこんだけ入ればもう十分かな。ツーリングキャンプとかはいいかもね。でもね、ツーリングだと多分これ持ってくのでかいですよね。そうで、あの多分パッキングするときに弱いと思う。ああそう、そうですね、うん。あの力が入ったらね、多分ね、ぐしゃぐちゃってなる。そう、しかもボンドで止まってるだけだから、余計に。あれクロバワークスってあれ、ん豚こ、んじゃない、え青春豚野郎の、そうあれ、あれ、あそこだよね。あれも綺麗だったもんね。今回はあれが一番、俺個人的に。季節に恋して、季節の恋して終わりました。違う違う違う。ようやく終わりましたあれ。ようやく終わった。でもあの規制恋すっごいって円盤の売り上げ半端ねえって言うと。だってこの時期でこのご時世で万いったんでしょ確か。まあ。1万。あれあの限定であれ抱き枕がついたけよ。え、まんま売れたんですか。1万超えたって言うと。へえ。いや今から高いのまた売れるので。2000とか3000ね、よく売れて2、3000枚とかっていうのが万いったって言うんだけど、全て売り切れたって言うんだろあれ。もうあれ、もう終わったよね、ショップ限定とかね。へぇー、マリンちゃんの抱き枕はあれしかないで。あ、86のラスト見た。うん、目が泣いたんだけど俺。あれは感動だったね。あのアニメ史上最近久しぶりだね、あれ感動したの。86引っ張られてね、86って書いてある。はい、86どんなやつですか。あの人類ロボットも作ったんだけど、ロボットに変動されるっていうか、AI にっていう。そうそうそう。Amazon とかでも見れるんですかね。あ、マジですか。ハモは最後1個しかない。あら、ハモもみんな食わないですか。食べてえよ。あ、マジですか。カナさん2つ食ったで、4つしか食ったんだけど。あ、じゃあいただきます。んあ、ごめん、あいやいや、ゴミ、その、見えたらちょうど見えたら、ゴミでもらおうかと思った。ゴミここいっぱいあるよ。はい。あ、でもこれ、でも佐藤さん入らんよ。はそれは俺はゴミみたいな人間だけどよ。まあ、まだ、まあ、思ってもそこまで言ってないですから。口には出さなかったことを。早いよね、佐藤さん。ふっといて言うな、お前。なんかこれ、ハマりそうだね。カップ酒うまいって、また海外に歩いて。ほんまうまい。カップ酒うまいよ、本当に。安いけど。やべえ、なんかハマりそうだ。しかもね、あれなんですよ、結局、あの瓶の酒って量多いじゃないですか。だからこっちの方が絶対飲みやすいんですよね。だから、俺結構偏見を持って見てたんですけど、意外と結構経済的というか、なんか。飲み、ちょうど A ぐらいだよ。飲み足らず、飲みすぎずっていうこの量。だからやっぱ大人の飲み物なんかしないですね。本当の意味で。あのなんか駅とかでパカッと開けたけど。なんかただのアルチの飲み物みたいな感じがしますけどね。あの旗から見たらそうじゃん。このおっさん家までモテんのかっていう感じに見えるけど、安いじゃん。いやうまいよ。俺ワンカップとかよう買って飲みよったもん。鬼殺しとかのパックとか。初め、俺初めて飲んだ。今まで飲んだことなかった。初めて、本当初めて飲んで。あれ鬼殺しのパックとか飲んだよ。ストロー出してるのめっちゃ鬼殺しのパック。俺一昨日鬼殺しのパック3本飲みました。いや、ストローは使わないですよ。あのストローを使うと俺多分人として終わるなと思って。いやあれがうまいんだって。マジですか。いや俺もうコップでこうガッて。風邪なら巻き替えに行くか。これでも90円だったね。マジですか。いや700なんぼだよ。巻き一束俺見た時990円で買えた。770円。あ、違ったのかな。俺、まあ、パッとあの入り口を見つけるのあそこ見たらなんか990円って書いてあったよね。木の種類じゃないそれ。しかしあれだな、風が。いや風がなかったら焚き火できるけど、この状況で焚き火する気にならないもんね。ねえ、風が止む気配が全くないんですけど、やむのかな。同じ方向だったら俺これ人脈張るけどさ。はいはい。傾き変わったら意味なくなるじゃん。そうですね。たまにアマゾンでこうなんかこれぐらいの背の高さのやつ売ってるじゃないですか。うん、風よけ。あのこう周りでこう囲うような、うん。ああいうのも今度考えてもいいのかもしれないですね。俺買おうかな。人脈はでも結構いいよ。あれば違いますよね。全然かかる。で、あんまり高すぎるとやっぱり面積が大きいと力がかかる。ある程度低い方が。この座った状態で頭ぐらいがちょっと覗けるぐらいだ。ああ、今日まだ買ってきてますから、あの
キノコの山とタケノコの里。出た、はい、僕は絶対これなんで。論争が起きる、論争が、はい、戦争しましょう、戦争。よろしい戦争だ。戦争しましょう。戦争が好きだっていう人間。ああ、サメパーカーやっぱいい。めっちゃ高いですよ。あ、着てみます。いやいやいや、いい。え、いいですか。もうこんだけで全然大丈夫です。あったかいんだから。やべえ、うまかった。いや、うまいって。ワンカップは普通のワンカップでもうまいのに。あ、これうまかった。ドツボよ、ドツボ。それまた使えるしね、コップで。やべえ、カップだけ。でもうまい釣ったやないかい。カップだけやば。だけど俺極力変わんのに。あれカップだけ、これ変わるかもしれない。あれ、これは何、インナーはある。インナー片方作れるんじゃないですかね、これだったら。これかっこいいな。見せてもらっていいですか、テント。これインナーがあるんです。あ、余裕でいけるね、これ。すげえ。怖かったら、ね、ガイロープ張るところもたくさんあるし、ね、風相当強い。でもこれでも風吹いてもびくともしてないもんね、状態でもね。へえ、いいな、すごいな。ね、ええー、ね、やっぱり。ありがとうございます。興味持ったら聞いてみてっていう。あれ、サーカスかいね。ん？あっちか。あれサーカスじゃないよね。違うと思う。あの色ないでしょ。いや、ある。ある。うん。俺のテントが一番みつぼらしい。俺のテント？俺のテントが一番みつぼらしい。一番ちっちゃいんだな、俺の。今日どこを見ても これだけ小さいテント俺だけだよ。管理事務所5時まで。じゃあったら、ま、もう薪も買えんちことか。うん、焚き火はええか。うん、順天堂があれまで買いに帰れんの。何、この近くだったら。いや、でもこれ焚き火無理じゃないですか、ここ。多分このまま吹きる、吹くじゃろ。俺もうだから花からだって、薪から何か炭か何も持ってこなかったもん。あ、俺も薪持ってきてないです。全然ないの。今日無理だと思ったもん。あれを持ってこようかと思ったんだけど、オガライト。ああ、オガライトだと。でも風が強いから。こっち吹いたら他のテントに行ってもあるじゃん。散歩行く？散歩。いや、面白いと思う。おじ散歩。おじ散歩。木炭だく、木炭。いや、これもね、火花がめっちゃ散るからダメなんですよ。あ、俺もそう思うよだけど、そうでもないね。そのピンクカシャカシャの割には、そのすかしてないよね。おぉ、綺麗だ。やっぱここいいよ。おぉ、ええじゃん、ロケーション。ここで酒飲むのが一番いいんじゃないですか、結局。なんかここテーブル置いてさ、椅子持ってきてここで飲む。あ、下手したらここがなんかあの風貌になってくれるんじゃないですか、この堤防が。ここしたらなんです。ねえ、風来ないですよね。多分ね、階段に座ってやるけど一番風来ないよね。あ、ほんまっすね。多分もうこの状態で一番風来ないよね。あ、来るまあ夏だろうね。夏とかだったら最高だね、これ。夏になったら風は吹かないんですかね。ああ、前来た時吹いてなかったな、そういえば。冬だけ。冬、春。春特に吹くけど。確かに。ちょっと明るいうちであそこまで行ってみたいんだけど、俺。どこですか。端っこまで。先端まで。先っちょだけ。先っちょだけ。絶対先っちょだけって嘘よね、と思って。仕事で絡めるんだから。守れない約束を。守れない約束。あそこのオレンジの男。あ？オレンジ一人しかいないですよ。怖。テトラポットめっちゃでかいじゃないですか。でかいじゃん、ここのテトラ。ちょっとびっくりするぐらいでかいよ、これ。やっぱ日本海だけ違う。すごい。うん、テトラでか。炙った。炙った。腸が消えてる。こいつですかね、炙った。それ炙ったよね。なんかこれ固定しちゃうの。固定しちゃうの。なんかタヌキの出来損ないみたいな。ね、多分耳とかもげてる。溶けたんでしょうね。かわいそうに。でもめっちゃロケーションがいいじゃん、これ。
めっちゃロケット見えよね。